アイスダンスの優勝者、ソビエトのウソワ・ジュリンの2人です。パリの世界、ルーフオブパリ。井原さん、大人の雰囲気ですね。そうですね、なんか試合のですね、プログラムの方がなんかエキシビションっぽい感じはしたんですけれども、でもやはりこうやって改めてプログラム見せてくれるとあれですね、やはり基礎っていうのがすごくしっかりしてるんだな、この2人はっていう感じがしましたね。3800人のアンコールです。
ただただ見つめるだけです。フォーリングリーブス、枯葉が舞いました。もうこの表情から指先の表現力からもう火の打ち所がないですね。